はい、どうもケニーです。よろしくお願いします。ということで今回もパンテラショーやっていきましょう。ということで、はい、今回なんですけども、新調フェスローキットが確定したということで、一番気になってくるの、そうだよね、ダイヤ天井何個なんていうところやね。もうめちゃくちゃ本当に安くてお願いします、本当に。はい、ということでですね、今回ダイヤの天井を考えていきたいんですけども、やっぱり過去のね、新調フェス、まあ調フェスたちが出てきた時に、まあどれぐらいがね、ダイヤの天井だったのかをですね、まずおさらいをしていきたいんですけども、はい、まあてな感じでですね、まあ全部のやつをねやると、まあちょっと長ったらしくなってしまうので、天5周年に出てきたキャラクターの天井、はい、まず1体目、あ、一番最初の天5周年に出てきたのがこの青マムなんだけども、これの天井がまあ1500個になっててね、チケットの方もですね1万1000円で確定だったのかな、はい、っていうキャラになっております。そして続いてがですね、2.5 周年でかなり暴れたキャラクター赤犬ですよね。まあこちらのキャラクターはですね、2250個天井の、チケットがですね1万1000円で、1体確定と。はい、まあまあもう本当にね、ここまではねくっそリーズナブルだったんですよね。はい、で、翌年のね、3.5 周年はこのキャラ。フィルム Z のゼファーですね。まあ、このキャラクターのダイヤの天井が1900個。そしてね、チケットの方が3万円と。なんと、ここで一気に3倍にチケット増やしてきたよね。はい。で、いう感じになっております。で、もう一体フィルムレッド系でね、まあ、出てきたのが、レッドシャンクスになってくるんですけども、はい、こちらのダイヤがですね、3000個が天井になってきます。はい、でチケットの方がですね2万8000円といった形で、まあ今回、まあ前回か 3.5 周年に関して言うと、3万円と3万円あればゼファーとシャンクスゲットできたと、はい、いった形になっております。まあダイヤに関してもね、5000個あれば、シャンクス、ゼファーともにゲットできたと、はい、言った状況になってるんですけども、うん、まあ、今回このフィルムレッドのシャンクス枠で、この赤犬枠で、この青マム枠、はい、まあ、こう天5周年としてね、まあ、出てきたキャラクター、まあ、このキャラクターはね、まあ、次の新調フェスのダイヤの例になってくるんじゃないかなというふうに思ってるので、今回ここはまあ無視していいんじゃないかなと、うん、でちなみになんですけども、この天5周年のキャラクターのメインのキャラクターたちは750個ずつ毎年増えてます、天井。うん、青マムが、まあ、1500個。はい。そしてですね、赤犬2250個。そしてですね、シャンクスが、3000個と。はい。言った形になってるので、まあ、次出てきそうな2かに関してで言うと、このペースで行くのであれば、3750個が、まあ、天井になってくるんじゃないかなと。うん。で、夢ルフィみたいなパターンも、正直、俺、あると思ってます。あの、地獄のガチャ。はい。天井がないってやつですね。はい。まあ、ニカの場合、ワンチャンそういった可能性で出てくるのもあるので、まあ、しっかりとね、ダイヤ、いっぱいいっぱい貯めておけばいいんではないかな、というふうに思います。で、今回のそのローキットの例えで言うと、例がもうゼファーしかいないんですよね。はい。ワンピースデーで出てきた新調フェス。はい。このフィルム Z のゼファーに関してで言うと、1900個の、チケットが3万円という形になってるので、うん。まあ、それよりかはさすがに増えるだろうね。はい。なので、ダイヤの天井は、個人的なんですけども、2500個。はい。あれば、いけるんじゃないかな、というふうに思ってます。3000個まで上がらんかなと。大体ね、その期間に出てくる。まあ、まとめてね、今年で言うのであれば、4周年で出てきた3体、マム、カイドウ、ゾロっているんですけども、初手で出てくる、一番最初に出てくるそのシーズンの新調フェスは、安いんですよ。これもう、どこを取っても安いんですよ。はい。なので、今回そのローキットに関して言うと、安くなってると思います。はい。なので、2500個以上はさすがに膨れ上がらないと思うし、で、このゼファーが去年1900個だったので、ちょっと増えて、まあ、本命は2250個でいきたいと思います。はい。まあ、これぐらいあれば。まあ、2500個あれば本当に大丈夫だと、俺は思いますね。はい。まあ、ぜひともね、皆さんの予想もぜひともコメント欄で教えてください。
はい、ってな感じでやっていきたいと思います。まあダイヤの天井気になってくるんだけども、みんな超フェスがねこうやってね2体連続とか来てしまうとダイヤの配布がモリ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 来るからね、もうみんな別にそこはねあんまりね心配しなくていいんじゃないかなと。まあ0個とかね、今まあ1000個とかやったらねちょっと危なすぎるラインだけど、まあね、まあ1500個ぐらい今持ってたらまあ普通にこの1ヶ月期間でね、うまーいうまーい、まあまあたまんじゃないかなと思うんだけどね。まあまあまあ大体みんなここに向けてね貯めてる人が多いから、もうねそんなに心配はしてないんですが、私は。はい、さあやっておしまいな、ベトベトン。はい、ワン、はい、ワン、はい、ワン、マム攻撃しないで、クソクソ裏切りやがって、後ろに行く、あ、回避使った、なんで、よいしょ、オッケー、で、はい、青に変わりたい、変われてる、オッケー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 、はいはいはい、さあ、変われてます、私、からの、はい、からの、はい、よしよしよし、シャラララルーン、オッケー、さあ、もうこれでやっていけれる、はい、ワン、はい、メーザー砲出して、オッケー、オッケー、さあ、オッケー、ナイス、で、はい、通常殴って、はい、殴って、殴ってからの、はい、回避からのスキル、OK ベイビー。さあこれがマムを買っていくゾロです。はい、まあねゾロもねしっかり有利属性になれ戦っていけたらねしっかりといけてしまう。まあ今後どうなっていくんだろうね。いやちょっと待って、それは本当にごめんなさい。はい、ということで、はい、スキル1合わせ、 OK。 さあ、で、あと一発、はい、OK、よし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 、じゃあまあここ取っていきましあげます。はい、まあね、最近思うのが、マジで、エペ楽しいっす。エペ楽しいっすね。いや、待って、それ待って。何色？あんた緑やないか。ちょっと、ほんまにごめん、危ねえ。危ねえ。エーペックスがうんちゃらかんちゃら言ってる場合じゃん。あ、これ狙ってるな、これ。これ、ね、あ、まあ引っかかっちゃったか、まあしゃあないわな。よいしょー、オッケーオッケーオッケー。さあまあここ取っていけれるんで、青山と来た、ちょっと待って、俺青やからめんどくさいな、ちょっと待って、うわ、誰誰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 誰、よいしょ、オッケー、からのシャラララン、オッケー、ナイス、いいねいいねいいね。さあまあとりあえずここ取って、あとここ耐久して後ろは任せましょう。さあどこまでいけるか、マムいるやろ、ちょっと待って、怖い怖い、よしよしよし、でメーザー砲出た、オッケー、これでこの後ヘブンリーでしょ、通常挟んでからの無敵スキル。さあで、フルグラ、うおー、危ねー危ねー。あー終わったー。あ、まだ俺一応知してねえわ、そもそも。あ、オッケーオッケーオッケー。さあ耐えきれるか、オッケー、ネッキング握る、握る握る握る、はい、からのシャルルルン、危ない、